博多自動車営業所博多自動車営業所は福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目20番26号に所在する西日本鉄道のバス営業所営業所表記は広し、東営業課の主幹営業所である福岡発の夜行高速バスと一部の中高高速バスそして市内線を運行しているかつては福岡空港と市中心部を結ぶ空港連絡バスを 数多く運行していた。福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目20番26号、夜行高速バス、ドンタク号かつては多数の高速バス路線を担当していたが、2000年までに本州方面への夜行高速バスを除き、一旦、西鉄高速バスに管理委託あるいは譲渡された。2011年5月に福岡北九州線の一部が移管されたのを、 きっかけに管理委託されていた路線の一部が再び、東営業所へと移管されている。本州方面夜行バス、九州東内長距離バス、福岡県内、近距離高速バスキャナルシティライン線博多駅から、キャナルシティ、福岡市役所前、天神経由で循環する路線。2018年3月17日のダイヤ改正で、従来運行されていた、100円循環バスに代わって、 新設された。主要停留所では、英語、韓国語による、車内放送を行っている。使用車両の一部には、カナルシティラインバスのロゴが貼り付けられている。遠隔従来の、100円循環バス時代の経緯も、含めてもべる。運行経路博多駅西新線6番と6から1番は、いずれも博多駅、福岡タワーを、キャナルシティ、天神経由で結ぶ系統。 1983年、地区線一部廃止に伴う代替バスとして運行開始。都心循環線福岡市の中心部に設定された福岡都心100円エリア内を博多駅からキャナルシティ、国体道路、天神、明治通り、元広通り経由で循環する路線である。1999年7月1日、福岡市中心部の運賃を百円に値下げするのと、 同時に試行運行を開始し2000年4月1日から正式運行を開始2018年3月16日まで運行された。100円ライナーは新設当初は天神ライナーの名称で運行された。2015年3月21日のダイヤ改正で解消。三島線2007年3月26日改正までは路線名が南部巡管線だった。 福岡シティループバス、グリーン2011年2月26日改正によりこれまで一部便の乗務のみを担当していた、桃地浜営業所へすべて移管。福岡都心ライナーの行き先案内。2010年4月1日から同年6月30日までの平日に期間限定で運行された。運行情報や時刻は西鉄、バスナビ及び公式時刻表に表示されなかった。 空港連絡バス、博多駅、天神とシーサイド、桃地地区を都市高速経由で結ぶ路線。シーサイドタワー線と同様、博多駅とシーサイド、桃地,地区を都市高速経由で結ぶ路線。2013年11月2日のダイヤ改正で、博多営業所担当便は大幅に減らされた。2014年11月1日より、シーサイドタワー線から、 金銭へと変更された。夜行用車両、路線車及び近距離高速車のみに設置。AB、企業情報、西鉄、グループホームページ。西日本鉄道。2010年5月23日閲覧。100円循環バスの見直し。最終バス運行時刻繰り上げを実施。西日本鉄道。2018年2月26日閲覧。 福岡都心ライナー4月1日より運行中。西日本鉄道。2010年4月13日閲覧。福岡空港国際線ターミナル博多駅線5月25日から運行開始福岡空港と福岡都市部とを結ぶ新たなバス路線誕生2020年3月改正で、キャナルシティラインバスの運用源により、日原営業所へ転出。2020年3月改正で、 キャナルシティラインバスの運用源により一部車両が中川営業所へ転出。ありがとうございます。